次です。日本の神話に登場する神スサノオノミコトの人形を乗せた鉾を PR している桐生市でスサノオノミコトをモチーフにした楽曲ヤマタノオロチ組曲の演奏会が開かれました。このヤマタノオロチ組曲はスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治する日本の神話をモチーフにしたもので、桐生市出身のベーシスト重弘誠さんとピアニストの錦織貴子さんのユニットレアトーンズのオリジナル曲です。この日は鼓奏者の星野久香さんと3人で初めて演奏に臨みました。この演奏会はスサノオノミコトの人形を乗せた鉾が鎮座する桐生市の鉾座の運営委員がスサノオノミコトを PR しようと企画したものです。組曲は10曲からなり、ヤマタノオロチを恐れる村人やスサノオノミコトがオロチを退治し幸せに暮らしたという神話を時には静かに、時には迫力ある力強い演奏でドラマチックに表現しています。3人の魂を込めた演奏は聴衆を神話の世界に引き込んでいました。